今日はツヤ肌の作り方を紹介していきます。まずディオールフィックスイートカラー400番を使います。赤みのある部分にグリーンのコントロールカラーを塗っていきます。スポンジでなじませます。次に NARS のイルミネーターと3のファンデーションを使います。2つを混ぜて頬、額、顎、鼻にのせていきます。ブラシで顔全体に伸ばします。フェイスライン、まぶた、小鼻などの細かい部分はスポンジでなじませていきます。イブサンローランのコンシーラー 2.5 番を使います。赤みのある部分をコンシーラーでカバーしていきます。ローラメルシェのパウダーを使います。優しく押さえていきます。ボビーブラウン、アイブロウペンシル、ブロンドの色を使います。毛なかりに沿って眉毛を描いていきます。マーク・ジェイコブスアイライナーを使います。リキッドアイライナーでアイラインを描いていきます。ディオールアイシャドウ、モノを使います。薄いピンクの色をのせていきます。ミルクフェイスグロスを使います。アイシャドウの上からフェイスグロスを塗っていきます。イブサンローランのナンバー4番の色味を使います。上まつげと下まつげにブラウンのマスカラを塗ります。アディクションリキッドブラッシュのセンシュアリーを使います。頬骨につけて外側に広げていきます。RMS アイポリッシュのルナを使います。これをハイライトとして鼻筋と頬骨につけていきます。ディオールのミルキーティント126番を使います。肌色に近い色味で唇全体に塗っていきます。ディオールのクラッシュマット272を使います。唇の真ん中だけピンクの色味を塗っていきます。